どうもゴルフ芸人のありがとうです。よろしくお願いします。マスターということで、今日私は茅ヶ崎に来てまして、茅ヶ崎の、ゴルフ場に行ってから茅ヶ崎でお土産を買って帰りたいと思います。はい、ということで、ゴルフが終わって江ノ島に来ました。今からお土産を買って帰りたいと思いました。江ノ島だからやっぱりしらすですね。サンプル品でも美味しそうですねよくできてるな、サンプル。あ、なんだこれ、ボクサーモンだって。あ、ドラえもんだ。いいですね、ボケてますね。江ノ島ボケですね、江ノ島ボケ。あ、なんだ、アロファって書いてある。アロファへ。お、レモネード書いてあると思います。お兄さん、すいません、レモネード買ってもいいですか。はい、ありがとうございます。 M サイズでよろしいですか。あ、じゃあ、はい、M サイズで。はい、じゃあ500円で。はい、ありがとうございます。はい、はい、すいません。はい、すいません、ありがとうございます。わーい、おしゃれ、おしゃれなレモネード買ったので飲みましょう。うん、おいしい、レモンが強い。うん、サンキスト違うか。いや、おいしいです、レモンが強くて。うん、いいですね、サザンの歌が聴きたくなりますね。うん、はい、おお、すごい、8500円もする。高っ、本物だからか。青が1万2000だって。へえ、高っ。ひーわ、すごっ、すごっ。ひー、あ、高っ、5万5000円。ホラガイだ、高っ。へえ、12万円のホラガイがある。高っ。へえ、あー、サーフィンしてますね。波乗りジョニーですね。あ、吉野家はどこでもありますね。所がありますね。お、朝どれ、朝どれしらす。お、買って帰りましょうか。すいません、しらすください。すいません、お姉さん、ありがとう。あ、いいいいいい。あ、2000円分じゃあ。2000円分。あ、じゃあ1000円の2個。あ、お姉さんやっぱり湘南ガールだからいい日焼けしてますね。ジグロ。はい、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。すいません。はい、ということで、シラスも買って、はい、シラスも買って、ゴルフもして江ノ島にも行って、楽しかったです。今ちょうどいい季節だと思うので、ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。またねー。